毎週月金アイドルマスターシャイニーカラーズ、よっしゃ、アニマス実況森のリンゼをプロデュース、続きからやっていこう。いや、ちょっとパラメーターが心もとなさすぎるな。ちょっとレッスンしないと無理か。まだそうだな、これはちょっとパラメーターが心もとなさすぎる。ちょっとパラメーター鍛えるフェーズが必要ですね。いや、流行1位だけどな。オールアイドル感謝フェスティバルでちょっとお茶を濁すか。よし、まあ問題なくこっちはクリアだね。いや、相当厳しいぞこれ。なりました、最高です。おー、プロデュースイベント揺れる瞳、やったぞリンゼ。ちょっと大きな仕事が入ったぞ。ありがとうございます。とても嬉しく思います。ファンの期待に応えられるアイドルになってきたっていう証だよ。これもリンゼの頑張りのおかげだ。絶対成功させような。はい、承知しております。努力いたします。何か気になることでもあるのかな。よし、その息だ。ん？どうした？レッスンの予定が気になるのか。はい、ファンの皆様の前で不格好な姿をお見せしたくなく。いやー、変わったね。プロデューサーの前でだけかっこよく見せるんじゃなくて、ファンの期待にも応えたい、失望させたくないっていう思いがしっかり芽生えてんね。少しでもレッスンができればと。リンゼがファンのためにこの前の握手会からなんだか一皮むけたみたいだな。プロデューサー様、素晴らしい変化だ。悪い悪い、ちょっと考え事をしてた。それじゃあ早速レッスン室を手配しよう。はい、あのプロデューサー様、その前にお話ししたいことが。どうした？なんか相談か？プロデューサー様、うん、誠に申し訳ございません。え、どうした？急にどうした？リンゼは、うん、今まで全てをプロデューサー様に捧げるつもりでおりました。ああ、もう今はプロデューサーだけに捧げるつもりじゃなくて、ファンにも捧げてしまうよっていうことを謝ってるの？そんなの謝ることじゃないよ。むしろプロデューサーに全てを捧げてるのがアイドルとしては少し変なんだからね。もちろんその思いに変わりはありません。いやー、なんでこんなに慕ってくれてるんだリンゼ。ですが今はファンの皆様にも同じことを思っているのです。素晴らしい。あれなのかな、自分の人生に道を示してくれたプロデューサーだから、ずっとついていこう、全部捧げようって思ってくれたのかな。プロデューサー様、こんなリンゼをお許しくださいますか。いや、ここでダメだっていうプロデューサーは気持ち悪すぎる。リンゼは優しいな。俺のことは気にするな。もちろんだ、リンゼは優しいな。優しいですか。そうだね、そんなことで、まあもちろんプロデューサーは傷つかないけれど、プロデューサーがもしかしたら嫌な気持ちになるかもしれないなって考えたから、あえて今断りを入れてくれたんだもんね。ああ、俺のこともファンのことも両方気にかけてくれてるんだろ。それはもちろんでございます。いや、めちゃくちゃいい顔。だったら迷う必要なんかない。俺はリンゼがファンのために頑張ろうとしているのは嬉しいよ。それに何よりリンゼ自身の気持ちを大事にしてほしい。リンゼの？誰かを気にする必要なんてないんだ。もっと欲張りになれ。欲張りに。そうだね、自分の欲求にもう少しだけ素直になったって罰は当たらないさ。リンゼにとってプロデューサー様もファンの皆様も同じように大切なのです。うん。これからはリンゼの望むまま、まっすぐに
思いを伝えて参ります。リンゼのまっすぐな気持ちは絶対に伝わるもんね。いやー素晴らしい。でもダンスが上がってほしかったな。いやダンス流行1位か。ザ・レジェンド厳しいとは思うけどやるしかないのか。ちょっともう一回オールアイドル感謝フェスティバルでちょっとお茶を濁しとくか。よしここはオーディション突破だね。いやダメ元ザ・レジェンドかけるしかないか。いやダメだ負けた。ごめんリンゼ。不合格ですか。至らぬリンゼをお許しください。いやそんなことない。俺のせいだ。残念だったなリンゼ。申し訳ございません。ご期待に応えることができませんでした。いや俺のせいだ本当に。このままではプロデューサー様のおそばに立つ資格など。いやそんなことないよ。ウィングには十分まだ出れるんだから。いや全然そんなことはないぞ。リンゼを恥ずかしいと思われないのですか。全く思わない。なんでそんなことを。失敗したここからが正念場だ。リンゼにはもっといろんなものを見てもらいたい。今はまだ難しいかもしれないけど俺と一緒に頑張っていこう。プロデューサー様、はい、リンゼはプロデューサー様を信じております。俺もだ。一緒に頑張ろう。残り全部ザ・レジェンドを勝つしかない。よし、まず一勝全部流行に出会ってくれ。頼むよ。流行1位、あと2連勝したらトゥルーエンドだ。信じろ今までやってきたことを。よーし、あと1個、あと1個だ。行くぞリンゼ。いやダンス3位、これはもしかして流行雑誌を使ってでも乗り切った方がいい可能性があるな。このままトゥルーエンドが見れなくなる可能性があるぐらいなら、そうだな、使おう。ここで使わさせてもらう。行くぞリンゼ。ダメだった、スキルの噛み合わせが悪すぎた。いやー、まあ、ウィングには出れるからな。まず優勝は目指そう。くそー、リンゼおめでとう。ウィングの参加が決まったぞ。ございますか。もちろん本当に決まってるだろう。それはとても嬉しいです。ウィング優勝してファンに本当の笑顔のリンゼ見せてあげよう。あーよくやった、一緒に頑張ってきたもんな。はい、リンゼを応援してくださるファンの皆様とプロデューサー様のおかげです。いやそう思えるなら立派だ。何言っているんだリンゼ。俺たちがリンゼを連れてきたんじゃない、リンゼが俺たちをここまで連れてきてくれたんだよ。いやいいこと言うな。間違いない。プロデューサー様方をリンゼがそのようなこと考えたこともございませんでした。ははリンゼらしいな。ならばリンゼはおう優勝しなければなりません。まだまだ上に連れて行ってくれるんだね。リンゼを応援してくださる皆様のためにも。いや大丈夫、優勝できる。ああ、その息だ。リンゼならきっと優勝できる。最後まで一緒に頑張ろうな。プロデューサー様、はい。よし、負ける気がしねえ。流行はボーカル1位か。まあ、準決勝はボーカルを殴ってれば勝てるはずだから、これで行きましょうか。いよいよ準決勝か。緊張してるか。少しだけですが、プロデューサー様と一緒なら。いやー
そうか、頼もしいな。そうだね、舞台裏にはプロデューサー、そしてステージに出ればファンのみんながリンゼの味方だから、恐れることは何もないんだ。プロデューサー様、あの、ん、どうしたんだ。あのリンゼの手を少しだけ、いや、握ってほしいのです。それでリンゼがステージ上で輝けるのならば、こうか。ありがとうございます。もう大丈夫です。なんて優しくて小さくてでも力強い手なんだ。行ってまいります、プロデューサー様。行ってこいリンゼ。よーし、まあ準決勝は突破。ここは問題なくだ。よーし、いやー、いい笑顔だリンゼ、素晴らしい。武者震いとはこのような気持ちを言うのでしょう。そうか、武者震いするほどワクワクしてんのか。リンゼ、お疲れ様、いいライブだったぞ。はい、ありがとうございます。あのプロデューサー様、お手をよろしいでしょうか。もう一回、ん、こうか。手をこのように。どのように？あ、ハイタッチと言うそうです。はあ、嬉しい時にはこうすると。いやー、最高すぎるハイタッチです。それはプロデューサー様。いやー、感無量だ。いやー、すまん、ちょっと意外だなって。でも似合ってるよ。よし、俺からもハイタッチだ。次も頑張ろうな。はい、いやー、最高だ。勝つぞウィング。いやー、流行普通に1位か。なら遠慮なく優勝しちゃいましょう。どうしたリンゼ、決勝前で緊張してるかもしれないけど、何かあったらいつでも言ってくれよ。いえ、そのようなお言葉。遠慮するな、俺にできることがあったら何だってやってやりたいんだ。では少しだけ、プロデューサー様、リンゼは怖いのです。おう、ここで終わってしまうことが。勝っても負けても終わりだっていうのが怖いのか。でもまだ続いていくんだぞこれからリンゼ。でも楽しみだと感じてもいるのです。それほどリンゼにとってこのウイングを目指す、ウイング優勝を目指すこの日々が特別なものになってたっていうことなんだろうな。ああ、俺も楽しみだよ、リンゼがどんなステージを見せてくれるのか。はい、見ていてください、プロデューサー様、リンゼの最高のステージを。任せろ、誰よりもちゃんと見ておく。リンゼを加藤、ちゃんとメロービートあるな、えらいぞリンゼ。負ける気がしない。教えてやろう、周りのアイドルに積み重ねてきたもの、その威力の違いってやつを。よし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 、いいテンポ、いい調子、負ける気がしない。完璧だ。28、ここは魔法の階段を登っていきましょうか。よしよしよし、いい感じだ、積み重ねが来てるぞ。ここであえてパーフェクト出すと、よーし、よーし、問題なし、やった、一発優勝嬉しい。あとはトゥルーエンド見るだけだ。
よし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 。いやー、いい笑顔だ。最高だ。優勝者の方おめでとうございます。皆さんに姿を見せてください。ここがアイドルの頂点です。リンゼの胸は苦しいほどに高鳴るのです。成し遂げたんだもんね。嬉しいな。リンゼやった、すごいぞ、優勝だ。どうしたんだリンゼ。よくわからないのです。どうした？今の気持ちをうまく言えなくて、ファンの皆様のご期待に応えられたのでしょうか。もちろん応えすぎだよ。ファンが予想してるよりもずっと上の活躍をしてる。当たり前だ、さっきの歓声がその答えだよ。ではプロデューサー様の望むアイドルになれたのでしょうか。それ以上にリンゼはなったし、これからもっともっとすごいアイドルになっていくんだ。リンゼは俺の想像した通りの、いやそれ以上のアイドルだった。プロデューサー様、うん、いやリンゼは世界一の過保物でございます。あの日あの時あの場所でリンゼと会えてよかったよ。いやー素晴らしい。ウィンゴ優勝です。おめでとうございます。プロデューサーさんなら成し遂げるって信じていましたよ。ありがとうございます。彼女のこといっぱい褒めてあげてくださいね。はい、たくさんたくさん褒めてきます。行くぞリンゼ。あー公演か、ついにウィングで優勝か。初めて会った時の約束果たすことができたな。はい、プロデューサー様には感謝するばかりでございます。最高のところに連れて行ってやるっていう言葉、変に受け取っていたわけではなかったんだね。ん、うん、リンゼ今日はどうしてそんなに離れてるんだ。それは抱きついちゃいそうだからなのかな、嬉しくて。その先ほどのライブを思い出すと痛いほどに胸が高鳴るのです。それほど最高のものだったんだリンゼにとって。一生忘れられないようなね。今プロデューサー様のおそばへ寄ると胸が本当に張り裂けてしまいそうで。かわいすぎる、かわいすぎる。そうか、俺もまだあのライブの興奮が冷めてないよ。よかったら聞かせてくれないか。今日の感想だよ。今日あったいろいろな話をリンゼの言葉で聞きたいんだ。はい。本日の舞台は今までにないほど広く、リンゼは驚きとともに恐ろしさを感じました。失敗すれば全て終わってしまうのではないかと。全力で打ち込んできたからこそ失敗して失うものを考えると怖くなるんだよね。けれど舞台に立つと皆様がリンゼを励ましてくださり、とても素敵でした。ああ、いつまでもいつまでも舞台に立っていたいような。なるほどね。そして皆様の思いに応えねばと思ううちに、恐ろしさはいつしか消えておりました。そうか。ふと見上げるとまるで
星空のような光景が完全に天の海に雲の波が立ち、月の船が星の林に分け入っていく。いやー、すごく美しい表現の仕方だな。光が歌に合わせて輝く様は、それは美しく歌が終わっても輝きは増すばかり。頭の中に情景が思い浮かぶし、リンゼの感動がめちゃくちゃちゃんと伝わってくる。いやー、すごい子だこの子、本当に。まばゆい光と歓声に包まれ、リンゼはアイドルになってよかったと心から思えたのです。いやー、よかった。そうか、すごくいい体験をしたんだな、リンゼ。はい、プロデューサー様、改めてお礼を言わせてください。うん、こっちこそお礼を言わせてほしい。お声掛けいただいたあの日から、リンゼの世界はパーッと明るくなりました。いやー、本当に感謝しております、プロデューサー様。リンゼの努力があったからこそだ。最高のゴールにたどり着いたね。いや、俺は大したことはしてないよ。俺もリンゼのおかげでここまで来れたんだ。リンゼと一緒に歩いてきたおかげで見える世界が広がった。俺もあの時リンゼに会えてよかった。ありがとう、プロデューサー様。あなた様はリンゼにとって何者にも変えがたきお方。いや、そうか。でも確かに人生の中で自分の人生を大きく変えてしまうほどの相手ってすごい特別だよね。だからリンゼはあれだったのかな、君の人生を変えるよってそれほどの決意を持って喋ってきたプロデューサーだからこそ、最初からあんなにリスペクトの念を持って特別な存在として扱ってくれていたのかもしれないね。ですので、どうかこれからずっとずっとリンゼをおそばに置いてくださいませ。任せろ。もちろんだ。もっともっといろんな経験をしていこう。こちらこそよろしくな、リンゼ。はい、ふつつかものですが、いや、末永くお頼み申し上げます、プロデューサー様。このセリフはリンゼが最初から言ってたセリフだけど、最初と最後で聞こえ方が全然違うな。重みが全然違う。よろしくな、リンゼ。いやー、おー、素晴らしすぎる。いやー、あとはトゥルーエンド行くだけだ、リンゼ。いやー、マジでこのアピール好きだ。素晴らしい。リンゼは嬉しく思います。俺も嬉しく思うよ、リンゼ。わざわざ申し上げることでは、桜が咲いております、プロデューサー様。いや、まだ少し距離がある信頼度だね。いやー、ということで森のリンゼ、とりあえずウィング優勝は成し遂げましたが、まだね、見れなかったコミュなどもあったので、トゥルーエンド、この OK を押したらそのコミュとトゥルーエンドが始まります。行こう、プロデュー。ドローイング4、カンカンカン。どうしたリンゼ。失礼いたしました。何かしてたのかな、俺が。あれ、リンゼ、
どうも、本日はご足労いただきまして、ははは、いえいえ、こちらへどうぞ。あ、お客さんが来てるタイミングだったから、自重したのかな？俺を呼んでたのかな？ちょっと噛み合わなかったね、タイミングが。あ、リンゼ！プロデューサー様。さっきは、いやー、噛み合わない。すまん、電話だ。また後でな。もしもし。はい。プロデューサー様。いやー。カップ麺のエピソードの後なのに。プロデューサー様？ああ、リンゼ、さっきは悪かったな。何か用があるんだよな。俺すぐ出なくちゃならなくなって。いえ、リンゼは。後で必ず時間作るからさ、待っててくれ。プロデューサー様。はい。いや、噛み合わないな。プロデューサー様は、お忙しいのです。ごめんな、リンゼ。必要だったら遠慮なくメールしてくれ。なるべく早く帰るからな。いやー、ちゃんと配慮できてるね。プロデューサー様、リンゼは。リンゼ。リンゼ、メールもなかったけど、まだいるかな？ふう、今日は慌ただしかったな。プロデューサー様。え？リンゼ？リンゼ、どこかにいるのか？踏切の向こう側か？そんなところに？あ、やっぱりそうだ。来てくれたんだ。リンゼ！リンゼ！はは、おーい、走らなくって大丈夫だぞ。ああ、そうだね。ちょっと今これ本をね、持ってきてるから、出ちゃうんだよね。まあ、今日はごめんなだよね。これは、組み合わせるなら。ダンスが上がるっていうことは置いといても、この流れなら今日はごめんなを選ぶと思うんだよな。なぜで、ございましょう。連絡がね、全然噛み合わなかったからね。いやー、なぜって、今日はすれ違ってばっかりだったから。ごめんって。プロデューサー様、リンゼは。え？あ、踏切の音で書き消えちゃった？リンゼは。頑張れ、リンゼ。遮断機が上がる頃には、プロデューサー様はいらっしゃらないと。ああ、それを待っててくれたから嬉しいんだ。思っておりました。はは、俺もそう思ったんだ。リンゼの声が聞こえた気がしたけど、きっと電車が行った後誰もいないんじゃないかなって。プロデューサー様。そうか、じゃあごめんじゃなくてありがとうだよな。呼び止めてくれてありがとう。またすれ違うところだった。そうだね、リンゼが声をかけてくれたからこそ待ってたんだもんね。それを申すのでしたら、リンゼの方でございます。お互いにありがとうでいいんだよね。なお、お呼びくださり。いや、声を捕まえてくださって。プロデューサーとしては当然のことですよ。でもリンゼ、はい、ご一緒に参りましょう。そうだね、行こう。いやー、絆深まりエピソードだ。いや、負けた。マジか。リンゼお疲れ様。でもこれでリンゼのアイドル活動が終わったわけじゃ。はい。プロデューサー様、まだ次がある。うん？頭では分かっているつもりなのですが。いやー。リンゼは怖いのです。リンゼ、ファンの皆様やあなた様のご期待を裏切ってしまったのではないでしょうか。そんなことはないよ。そんなわけない。俺もファンのみんなもリンゼならまた頑張れるって知ってるよ。だから立ち止まらないでほしい。俺やファンや、そしてリンゼ自身のために。立ち止まるな。いやお前、担当アイドルのことをどう思っている？世界一のアイドルに決まってるじゃないですか。
今から会いに行ってきます。残念だったな。プロデューサー様のおかげです。何も知らないリンゼがここまで来られたのは、リンゼ、ありがとうございました。申し訳ございません。いや、謝ることはない。俺のせいだから。リンゼ。プロデューサー様、リンゼは、まだまだ、至らぬ身です。ですが、もっと、もっと、先を、見てみたいのです。見せてみせる、必ず、トゥルーエンドという、最高のゴールを。ああ、一緒に見に行こう。もっと広い世界を。はい。これからも、共に。リンゼは、下方者で、ございます。いや、下方者はこっちだ。サブエ、お上手で、ございます。では、リンゼも。いやー、リンゼも草笛得意なのか。いやー、まさか負けるとは思ってなかった。しかも驚いてコミを飛ばしちゃったから。後で読んだやつが動画では入ってると思います。いやー、今度こそトゥルーエンド行こう。よーし、このパラメーターで流行ダンス1、ウィング優勝はほぼ確定だ。行くぞリンゼ。よーし、優勝、行くぞトゥルーエンド。うー、このスーパー脳筋リンゼ、最高の強さでした。3回かかったからね。トゥルーエンド、断ち切れぬ。あれ、これお香かな。リンゼが炊いてくれてるのか。プロデューサー様、はい、先日買ってまいりました。疲れに効くと評判でございましたので。ありがとう。確かにプロデューサーは相当バタバタしてたもんね。うん、すごく落ち着くよ。ちょっと最近疲れてても眠れなかったりしてさ、俺もお香を炊いてみようかな。それは心配でございます。いや、ごめん、心配させたくて言ったんじゃないんだ。ごめんごめん。はは、いや、そんな深刻なものじゃないんだ。お香があったらちょうどいいかもしれない。では、リンゼが、昔話など、いたしましょう。お香プラス、リンゼの癒し昔話で、疲れなんて消し飛びましょうか。いや、気を使ってもらうのは悪いよ。でも、ちょっと面白そうだな。かわいい。それでは。めっちゃかわいい、マジで。昔。うん。昔の、ことでございます。ほう。あるところに、思い合った男女がおりました。ほう。しかし、身分の違う二人が会えるのは、一日につき、お線香一本分が、燃える時間のみ。結構短いんじゃない？ねえ、1時間もないでしょう。大棚の若旦那である男は、毎日、相手のもとへ通いました。しかし、身分違いの相手と交流することを、親族は嫌い。うん。男を、家に閉じ込めてしまいます。昔ならではだね。昔の人は大変だな。今では考えられません。そもそも身分なんてないからね、今は。みんな平等だから。うん。それで？はい。女は毎日、手紙を書くことにいたしました。けなげな子だね。80日間、手紙は、途切れることなく、書かれましたが。80日も、返事は一回もなかったっていうことなのかな。
親族の手に阻まれ、ああ、一通も男の元には届けられませんでした。いや、ひどい話だ。しかしその後、おう、ぷっつりと手紙は途切れます。それ80通も毎日送ったのにね、返事が一向に返ってこないんだったら心も折れるよ。不思議に思った家の者が使いをやると、え、女は寂しさのために、ああ、床についたきり他界しておりました。嘘だろう。はい、悲しすぎるな。そのことを告げられると、男は女の家へ飛んでいきます。ああ、仏壇に向かって涙し、堪忍してくれ、こんなことになっているとは、と。そうだね、本当に好きならどんな手を使ってでも家を飛び出して会いに行くべきだった。80日以上も放置しないで。悔やんでも悔やんでも、ああ、悔やみきれない。そうだね。男が涙に暮れていると、突然女の持っていた三味線が鳴り出します。一人でに思いが残ってたんだな。はい、これは俺の好きだった曲、ああ、あの子が弾いてくれているのだと、男は懸命に耳を澄ませました。うん。しかし最後まで奏でられることなく、いや、三味線の音は途絶えてしまうのです。はあ、悲しい。どうして？はい、お線香が、ああ、断ち切れました。そういうことか。お線香が消えるまでの間しか会えないっていうのがここに来ても聞いてるんだ。そんな、いや、悲しすぎるな、この話。あ、お香が燃え尽きて崩れる。え、リンゼ、え、リンゼはいなくならないよね。はい、リンゼはここに。そうだよね、リンゼは生きてるしね。ああ、そうだよな。なんかリンゼの語りがすごく真に迫ってたから。リンゼはどこにも参りません。末永くそばにって約束したもんね、リンゼ。約束をいたしました。ああ、プロデューサー様と共に最高の舞台に。そうだね、ウィングよりもっともっとすごい舞台が待ってるんだから。ああ、うんうん、俺も何があってもリンゼと一緒にそこに行くよ。プロデューサー様、はい。いや、リンゼの香はいつまでもいつまでも断ち切れることはございません。いや、めちゃくちゃいいトゥルーエンドだった。よし、ということで、モーリーのリンゼをプロデュース、見事にやりきることができました。いやー、この子はほんと最初はね、危ういプロデューサーにね、重きを置きすぎな子かなと思っていたんですが、ちゃんと自分の力でファンと向き合い、プロデューサーへの思い、ファンへの思い、アイドルへの思い、全部をしっかり大切にしながら前に進んでいくことができる。しかもそれがね、自分自身の力でそれを見つけたというところが本当に良くて、普段のつつましさ、そして胸に秘めた熱い思い、全部が本当に最高のアイドルで、もっともっとこの子のことを見ていきたいなという気持ちにさせられました。いやー、最高だった。それでは次回、ジュリちゃんのプロデュースでお会いしましょう。残すところもあと2人、またね。